ところ関東勢さあバスはどうする。1番の桜井が抑えられる前に車をさと7番で引きました。中段候補入れ替わって赤間周回の1コーナーです。さあ一旦引いている1番の桜井ですが、動いたところちょっと8番の中田が牽制、牽制されて3番の小原が先に上がっていく、そこに乗って上がっていくことになった桜井です。4番の永井が4番手インコース、その後ろに青森ライン、打掌の2センターです。強引にでもと1番の桜井潜り込むようにしてすくって7番のどうでしょうか、志村をさばきますか。しかし志村も連結を戻そうとしますが、さあ3番の小原、1番の桜井がその後ろを取って9番の今度さらに2番の山田、3番手おっと7番の志村ですが合わせるところ4番の永井のまくり、大まくりといきますか、4番の永井、そこに青森勢が続いて青森ラインが続いています。3コーナーから2センター、さあ抜け出して1番の桜井、4番の永井に横で合わせつつ直線コース入っていく。1番の桜井正隆人気に応えて完全 V、 2着に9番の今野哲也か、結局はラインでのワンツー体制に持ち込みましたか。では改めて11レース決定です。1着1番桜井正隆、2着9番今野哲也、3着は5番青森真也。桜井正隆選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ見事 S 級初優勝完全優勝で飾ることができました。今のお気持ちをお聞かせください。本当に皆さんのおかげだと思ってますし、まさか優勝できるとは思ってなかったんですけど、まあ泥臭いレースで勝てたのが自分の持ち味で良かったと思います。さあこのレースどのような気持ちで臨まれましたか。やっぱ初日みたいな動きになると思ったんですよね。小原さんは後ろ攻めなんで、ただ同じことやっても仕方ないんで、一回引いてから外行けるなら行こうと思ったんですけど、もうダダン明かしで内が空いてたんで、もう内から勝負させてもらいました。さあ次回のレースはどちらで行われるんでしょうか。砦F1ですね。さあそれでは砦の競輪、そして小倉のファンの皆様、さらにはテレビをご覧の皆様に向けて一言お願いいたします。おかげさまで優勝することができました。ますます練習鍛錬を積んで頑張りたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。